はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、1月の15日に撮影しているんですけども、今日の深夜、まあ1月15日の、まあ、午前0時からですね、ギャラクシーの発表会があってですね、それをずっと見てたんですよ。でその後ですね、このギャラクシーの発表会を見た感想を動画でまとめましたよっていうところで、まあ、アップしたんですけども、でその後ですね、まあ、翌朝ですよ、朝になってですね、あるものがギャラクシーから届きました。それがですね、こちらでございます。はい、ちょっとね、何なのかよくわかんないんですけど、まあ、ギャラクシーからちょっと大きめの箱が届きました。まだ中身開封してないので、ちょっとこの謎の荷物をですね、開封して、チェックしてみたいと思います。行きましょう。はい、ではちょっと開けていきますね。はい、ギャラクシーと書かれている、まあ、このぐらいのサイズの箱になります。ではちょっと中身の方開けていきましょう。こっちの方にはクリエイトエブリワンエピックモメンツっていう風に書いてます。はい、開けてみましょう。ではオープン、スーッと開けますと、お、なんだろう、ちょっとね、待ってよ。まず2つなんか入ってるな。あ、これはなんかワイヤレスチャージングって書いてるので、これガジェットですね。ちょっとこっちと、あとこっちもなんか入ってるんですよ。ちょっとこれ見てみるか。まずこちらが、UV ステラライザー with ワイヤレスチャージングって書いてます。はい。紫外線殺菌っていう意味ですね。UV ステラライザーっていうやつですね。で、with ワイヤレスチャージングなんで、紫外線殺菌をしながらワイヤレス充電ができるってことかな。おー。これは一体。はい、開けてみました。で、なんかお弁当箱みたいな、この白い箱に入ってるんですけど、ちょっと開けてみますね。開けてみると、こんな感じで、中に、あ、なるほど。ここに、これワイヤレスチャージャーって書いてるので、ここで充電できるんだ。で、これが、USB-C のケーブルが入ってます。なので、これは、この背面に、まあ、接続して、こんな感じ。そして、この中に入れると、お、充電できてる。はい。で、蓋閉じますよと。スマホを紫外線で殺菌しながら、まあ、ワイヤレス充電ができるっていうキットかな。素晴らしいですね。ありがたい。これなんか、プレゼントでいただきました。ありがとうございます。はい。で、もう一個ですね、なんか入ってるんですけど、これがですね、まあ、ちょっと小さめの箱が入ってます。これは何かな？なんかね、なんかおもちゃっぽいものが入ってますね。あと、結構いろんな細かいものがポツポツと入ってるんですけど、おーっと、なんかね、何かを自作するキットみたいなのが入ってるな。こんな感じで、結構いろいろとね、入ってます。これどうするんだろう。まあちょっとこのキットで、なんか作ってみたいと思います。こんな感じ。ちょっとね、調べてやってみますね。これを開けないとわかんないんですね。あ、あとなんか QR コードついてるんで、これ読み込んでみるか。エブリデイエピックキットっていうふうに書いてます。はい、まずこんな感じで、これギャラクシーアンパックド、ウェルカムトゥーザエブリデイエピックって書いてます。これが、まあ、要はアンパックドのこのイベントを楽しく見ようねっていう、そういうキットですね。はい、次こんな感じ。クリエイトエブリデイエピックモメント。これなんかね、外れるようになってます。こんな感じで。こうかな？はい、なんかこんな感じで、ステージみたいになりました。これがね、何なんだろう。よっと。これがなんかね、ホログラムフィルムっていうことで、はい、外すと、まあ、こんな感じでキラキラになりました。意味わかった。これ意味わかったよ。はい、こういうことですね。今下に、まあ、スマホを設置して、ホログラムフィルムを、まあ、上に置いたんですけど、そうするとね、スマホがちょっと浮き出て見えるみたいな、そういうやつですね。こんな感じになってます。おぉ。まあ、これはちょっと面白いですね。うん。で、あとはま、この台に置いて、こんな感じで、ギャラクシーアンパックド見てね、みたいな、そういう感じですね。うん。はい、ということで、まあ、今回ちょっと開封してみたんですけど、本来はこれギャラクシーアンパックドが始まる前にこれが届いていて、まあ、このキットを使って気分を盛り上げて、このイベント見てね、みたいな、そういうキットになってました。はい。まあ、本来はイベントの前に届くはずだったんですけど、天候の影響で今回届かなかったんで、もうイベントが終わった直後に届いちゃったんですけども、ちょっと開封させていただきました。で、まあ、改めて、このギャラクシーのアンパックドですね、
これを見て、感じたこと、またスペックとか見て感じたことなんですけど、まあ、今回、まあ、特に、まあ、注目しているのは、まずイヤホンの Galaxy Buds Pro っていうのが、まあ、最初にね、アンパックドで、まあ、紹介されたんですけど、まあ、あれがですね、まあ、想像以上にすごそうなんですよ。まあ、Galaxy Buds シリーズで言うと、この Buds Live はですね、これ持ってますよ。2台購入して、まあ、1台購入プレゼントでもらってるので、実は3台あったりするんですけど、まあ、こういった Galaxy の、まあ、完全ワイヤレスイヤホンがあってですね、Buds Live は、まあ、昨年登場したものになるんですけど、耳を塞がないタイプのイヤホンで、まあ、すごく装着感が軽いんですよ。なんかイヤホンつけてないような感覚でつけれて、ノイズキャンセリングもついてて、音質もなかなかいいっていうタイプの、まあ、イヤホンになるんですけど、今回 Buds Pro はもうガチモンの、ノイズキャンセリングも入ってる。で、外音取り込み機能も入ってる。音質もかなり今回追求しているっていうことだったので、まあ、結構これはね、本格的なイヤホンとして楽しめるモデルなんじゃないかなっていうふうに思ってます。AI 機能も入ってるみたいで、ノイズキャンセリングを入れてて、で、喋り出すと、外音取り込みモードに入って音が小さくなって会話モードに入るみたいな、そういうのも自動的に、まあ、認識するみたいな機能とか、あとね、通話品質がかなり高いっていう風な、まあ、表現もあったので、まあ、風が強いところでも、まあ、風切り音を AI がカットして、まあ、すごく自然に通話ができますよみたいな、そういうポイントとかもあったので、まずイヤホンの Galaxy Buds Pro は個人的には、かなり、ね、気になってる。あと、Galaxy Buds Pro はね、IPX7 の防水対応なんですよ。まあ、かなり強力な防水にもなってるので、結構ハードな、水濡れとかも安心して使えるっていうところで、これ結構ね、いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。まあ、デザインもかっこいいですし、まあ、もちろんワイヤレス充電も対応してるし、あとは Galaxy の S21 シリーズ の、 あの動画とかを撮った時のマイクとしても使えるとか、まあ、そういった機能もあるみたいですね。なので、まず Buds Pro は、まあ、絶対これレビューしたいなっていうふうに思ってます。うん。で、今回スマートフォンがですね、Galaxy の S21 5G と S21 Plus 5G と S21 Ultra 5G の、まあ、3機種が発表されまして、S21 と S21 Plus の方がサイズ違いのモデルになってて、S21 が一番小さくて価格も一番抑えられているモデルですね。まあちょっと日本国内でいくらになるのかっていうのはまだわかんないですけど、一番安いモデルが S21 で、S21 Plus が 6.7 インチの大型ディスプレイが入っているモデルですね。スペックとかを改めて確認してみて、まあ、カメラは昨年モデルと同等で、超広角と広角と望遠で、望遠カメラが64メガピクセルっていう高解像度のものが入っていると。で、大きな進化としては内面のソフトウェア的なところの進化がしているよっていう話ですね。あとデザインがかなり変わったっていうところ、まあ、未来的なデザインになったなっていう印象も受けました。で、後からね、知ったんですけど、コメントとかもたくさん来てたんですけど、今回マイクロ SD カードがなくなったっていう話もあったので、まあ、いよいよですね、Galaxy もマイクロ SD カードを廃止するんだなっていうところも、まあ、発表会の後にですね、知ったところになります。で、個人的に、まあ、一番やっぱりね、ビビッときたのは、やっぱり S21 Ultra 5G ですね。ウルトラはやっぱすごい。やっぱ Galaxy シリーズってウルトラがつくモデルを特にロマンがある仕様にですね、してきてるっていうところで、 S21 と S21 Plus とまたちょっとね、差別化がされてるモデルになります。まずディスプレイの方は S21 ウルトラが QHD Plus ということで、まあ、解像度が高いんですよ。で、 S21 と Plus の方が今回ですね、 FHD Plus という解像度になってます。ただいずれのモデルも 120Hz のリフレッシュレートに対応しているので、滑らかな動きの方がやっぱり重要視されてるのかなっていうところですね。まあ、実際のところ、今ですね、Galaxy の Note 20 Ultra 5G を使ってまして、これは 120Hz のモードにすると、ディスプレイは FHD になるので、まあ、結局のところ、まあ、元から搭載されている解像度が変わるんですけど、表示している解像度としては変わらないので、まあ、その分だけ S21 シリーズに関しては、まあ、コストを抑えてきたのかなっていうところですね。で、逆にですね、S21 Ultra に関しては、まあ、QHD プラスの解像度で、まあ高い解像度でも 120Hz のリフレッシュレートが出せるっていう話なので、高解像度かつ高リフレッシュレートを実現しているってところも、まあ、今年のウルトラはですね、まあ、かなり進化したところかなっていうふうに思います。で、あとやっぱりね、なんといってもカメラ、はい、カメラは今年はですね、すごいですね。カメラの解像度はセルフィーが40メガピクセルになって、自撮りをした時の解像度がついにアップしたんですよね。そこも大きなポイント。で、あとウルトラは108メガピクセル1億画素超えの解像度もありますし、望遠カメラが2つになってですね、3倍と10倍の望遠ができるっていうね、2つのカメラが搭載されました。で、さらにスペースズームで100倍ね、望遠ができますよっていうところ。このカメラはものすごく進化してます。で、あと撮影時になんですけど、ディレクターズモードっていうね、新しい機能が入ってるみたいで、
まあ、要は全てのカメラでどういう写りをしているのかっていうのをプレビューで確認しながら、まあ、切り替えたりとかっていうことができるらしいんですよ。この辺かなり、ね、楽しそうだなっていうふうには思いました。この S21 シリーズとウルトラでは結構価格差が出てくると思うんですけど、手の届きやすい価格帯で十分すぎるスペックがある、まあ、バランスのいいスマホが S21 5G のシリーズになってて、スマホにはやっぱり最先端のスペックと機能を追求していきたいよねっていう方はやっぱりウルトラにね魅力を感じるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、バランス重視のスマホっていうのもやっぱり需要的にはすごくあるのかなって思いますし、個人的にはやっぱりロマンを感じたい、どこまで進化していくんだろうっていう最先端を追求してみたいっていう気持ちも強いので、ウルトラはやっぱり今年もですね今のところ一番気になってる存在ですね。はい、ということで、今回ですね謎の箱が送られてきまして、開けてみると、ホログラムが表示できるキットとか、スマホを紫外線で殺菌しながら充電できるワイヤレス充電器とか、この辺はプレゼントとしていただきました。ありがとうございます。で、発表会も無事に終わりまして、Galaxy Unpacked のアーカイブはですね、YouTube 上でも見られるようになってますので、気になる方は概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、イベント関連の情報は以上になります。はい。これからも発売になってきて、実機レビューとかね、今年もやっていきたいと思いますので、実際触ってみて、どういう進化をしてるのかっていうところは引き続き YouTube で発信していきますので、ぜひお楽しみにしてください。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。